よいしょ。どうも皆さん、伝統芸能 VTuber の岩見神楽です。今日は地元早稲田市で有数のインスタ映えスポットを紹介したいと思います。ちなみに案件ではありませんさて、ではどこを紹介するのかというと、後ろに見えているこちらのお店、その名もくりくりコーヒーさんです。それでは早速店内へ入らせていただきます。お邪魔しまーす。このくりくりコーヒーさんは益田市あけぼの西町にあるカフェで、創業15年、ずーっと地元から愛されてきたお店です。最近では県外からもお客さんが多く訪れる名店となっています。テイクアウトできるメニューもあるので、時間がない人もわざわざ買いに来るほどだとか。それもそのはず、店主の栗本さんが創業以来、すべての工程を大切に最高品質の豆で作る最高グレードのコーヒー、スペシャルティーコーヒーを提供しているんです。くりくりコーヒーに関わるすべての人がコーヒー豆を通じて豊かな時間を過ごしてほしいんだとか。そしてここにはおしゃれなメニューもめちゃくちゃ多いんです。ラテアートがおしゃれなカフェラテ、カフェモカやコーヒーゼリーシェイク、抹茶シェイク、うちの社長も週2で飲みに行くというレモンアイスコーヒーなどなど、もうインスタで映え映え。そんなおしゃれなメニューの中でもひときわ目を引くのがこのキャラメルマキアートです。スタッフさんが丁寧に模様を作ってくれるこのメニューは、上のキャラメルソースがいいアクセントになってて最高。そしてこれらのメニューすべての土台には最高のコーヒー豆があります。こんなの絶対行きたくなっちゃいますよね。でも益田市で遠いんだよなーって皆さん、実は東京にも1店舗あるので、興味のある方はぜひそちらに行ってみてください。そして東京も遠いんだよなーって思ったそこのあなた、実はこのくりくりコーヒーさんはオンラインショップもされています。飲み比べセットや家に器具がない方も安心のドリップバッグなども用意されていますので、ぜひ皆さんもこのお店の味をお試しください。動画の概要欄にくりくりコーヒーさんの各種リンクを貼っているので、気になった方はぜひそちらからアクセスしてみてくださいね。さてここからはお知らせです。現在私岩見神楽はこの動画を皮切りに、地元益田市を中心に岩見地域のお店の情報を動画で紹介しようというプロジェクトを始めました。もしうち紹介してもいいよという方がいたら、私のツイッターか私のツイッターから行ける社長のメールまでご連絡ください。今日はこの辺で、また次の動画か生配信でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。動画下の概要欄からチャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。